トゥナイトファイブ。はい、皆さんこんばんは。トゥナイトファイブ月曜日パーソナリティの大谷由美です。よろしくお願いします。この番組は FM 小座と、吉本沖縄のコラボ番組となっていて、毎日ですね、月曜日から金曜日まで日替わりで、芸人がお届けしているラジオなんですけれども、私大谷由美はですね、ピン芸人ということでね、毎週ねゲストを迎えてお届けしております。ちょっとね、ユーストリームとツイキャス配信もやってるんですけれども、もうツイキャスとかね、ユースト見てる方にはねすごくもう伝わっているんでじゃないでしょうか、このわちゃわちゃ感、このうざい感じですね。今日のゲスト早速紹介しましょう。今日のゲストはこのお二人です。どうぞ。ヤンバルダモン玉城です。マンスリーレギュラーオープンスペース高橋です。いや、よろしく。何キャラ。yes. いやいや、散々結構何年か付き合ってるけど初めて見るわ。 そしてお兄ちゃん、ね、お兄ちゃん、なになに、わ、相変わらずヘラヘラしてますな。どうもー、どうもー、マンスリーレギュラーオープンスペース高橋着きましたよ、2回目。本当に先週、そう、先週オープンスペースさんがお帰りなさいということで、はい、ラジオね、うん、久しぶりに出ていただいて、はい、早速ね2週目、はい、先週、うん、オープンスペースさんには言ってたんですよ、うん、マンスリーゲストでお願いします。そうそうそう、これ沖縄に帰るまではね、はいはい、もうマンスリーまたいでね、うん、翌月もよろしくお願いしますというのをお願いしてたんですが、うんうん、2週目、うん、早速ねイサゴさんが欠席するとね、コンビでマンスリーだったはずだったんですけど、ね、そう、今日忙しいんだよイサゴさんも。そう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 、仕事とかあるんじゃない。あ、なるほど、あのね、多分ね、糸数と飲み、いや仕事じゃないですよ。それ世界で一番無駄な時間だったんです。いや、糸数がだって月曜日しか空いてないっていうことでね。なるほど。糸数も忙しいんだって。糸数に寄せたんですね。いや、そうそう、糸数、あいつバスケとサッカーしかしてないです。バスケ、フットサル、バイト、これで全部これだけ先輩の誘いをそれで全部断る。最悪だ。やばいっすよね。東京ではありえないですからね。そういうね、でもそういうやつだからこそちょっと飲みに行きたいって、うん。なるほど。あえてってことですか。いや、でも確かに10月オープンさん来た時、あ、10月、8月来た時にも、ね、マンスリーゲストでお願いしてた時も、確か伊佐子さん、うん、マンスリーゲストって言ってるのに、うん、毎週休みなく出ていただいたのはお兄ちゃん、うん、高橋お兄ちゃん、はい、伊佐子さんが休むから僕は必ず守ろう、はい、オープンスペースの牙城は守ろうっていう。2人消すげちゃうともう大変なことになっちゃうしからね。そしたらもう嘘つきやろうただのだってマンスリーで出るよ、おや、はい、出るよ、はい、だってね、結構な感じで言ってんのに、そうなったら良くないから、ね、確かにそうですね、ガジョンを守ってこう、はい、ね、今日はこの3名で1時間お届けしたいと思います。今日はね、私レンゲの山下さんからもらったお気に入りのジャージで、呪いのジャージ、誰が呪いのジャージ、呪われてるんですか、柄が、柄が見てるかな、山下さん見てねえよ、絶対。お久しぶりです。いやいやいや、見てるかもしれないですよ。いや、もうこのラジオですね、メールもどしどしお待ちしております。メールアドレスはこちら、761@fmkoza.jp761@fmkoza.jp でございます。はい、メールもお待ちしております。で、ツイキャスもね、コメントどんどんね、やったね、ね、よかったね、今日仕事終わりました、僕もこれ、まだまだお疲れ、いや、まだもう僕も全然まだまだあと50分ありますから、50分でございます、はい、よろしくお願いしますね。ツイキャスも放送してますのでね、もう早速ね、ツイキャスも結構届いてるんですよ。本当ですか。はいはいはい、早速ね、コータコータありがとう、コータ、うん、先週はごめんなさい、遅れなくて、まあいいんですよ。でも珍しいなと思って、コータ結構毎週メッセージ送ってくれるんだけど、そうなんですよ、僕たちの今日、うん、先週僕今日昼間ラジオだったんですけど、そのラジオの毎週送ってたんですけど、今日だけ一回も送ってこなくて、うんね、コータ今日休みだったの。先週のこの番組もね、先週もお休みしてたんですよ。そうそう、ね、心配だったよ。選び始めたんじゃないか。いやいやいや、そんなことないですよ。パワーを振り分けをいろいろ考えて、僕たちは落とされたんですよ。今日はヤンバルダモンはいっか。落とされた側なんですよ。で、大谷仕分けされたんですよ、今日。そうそうそう、もうペーンペーン。マジですか。コータにペーン。蓮舫さんじゃん。コータに弾かれる。蓮舫だよ。そんなことないですよ。ありがとう、コータ、ありがとう。ツイキャス蓮舫。ツイキャス蓮舫。仕分け。キーちゃん。キーちゃん。ゲストお二人のわちゃわちゃ楽しそうですってね、ありがとう、キーちゃん、わちゃわちゃするだけですか、僕は ね神奈川から、キーちゃん、あ、神奈川のね、神奈川のキーちゃん、マジっすか、そう、中井さんのね、ありがとうございます、そうですよ、いっぱいいるけど、いっぱいいるわ、神奈川、はい、
そしてみすず、うん、さん、あゆみさん、サッカー少年、うん、僕ですね、高橋にこんばんは。あ、今日も楽しむよ、イエーイ、イエーイ。なになに、サッカー少年、サッカーが大好きなので。あ、そうなの。もうサッカー少年っていう、もうイメージが、そうなんだ、そうなんです、イメージはね、確かについてるね。だけど部活は、部活は野球部です。どういうこと。僕は中学校の時は野球で全国行きました。えー、すげえ。だから完全にサッカー部だと思ったのに。なんでなんで、その時からサッカー好きだったの。大好き、小学校の時大好きで、サッカーめっちゃ好きで、日韓ワールドカップの時小1ぐらいだったんですけど、その時もう面白いなと、なんだこれって言ってたら、野球部に入ってて、なんで野球部入ったの。いや、わかんないです。気がついたらバット持ってて、ボール打ってたんですよ。自分の自分のさじ加減じゃない、これ選べるじゃん。そうなんですよね。たまたまプーカー野球やって、そのノリで、プーカー野球ってプーカーの何何プカプカのボールがあるんですけど、あれで一緒に野球やるっていう、プーカーボール、プーカー野球って言うんですけど、沖縄では。沖縄でやったら多分そう、初めて聞いたもん今、プーカー野球。え、それタマちゃんだけがやってる。え、マジですか。全国タマちゃんだけだと思うよ。プーカー野球って言わないですか。いや、名古屋だけじゃない、わかんないけど。私初めて聞いたよ、プーカー野球って。あ、マジですか。軟式野球とかは聞くけど、あのブッカブッカ、あのコンビニとかで売ってる柔らかいボール、本当に地域だけのやつじゃないですか。あ、本当ですか。そうだと思うよ、絶対。もし名古屋ね、そう言うよって人いたら、いたらね、お願いします。多分それで、あの、やっててお願いします。本当にお願いします。僕が一人で嘘ついてるみたいなので、お願いします。プーカー野球やるあれたんですけども、うん、それでやってたらもうその野球になっちゃってみたいな、うん、でサッカーはずっと好きだったんですけど、もう強くて、あまりにも俺たちの部活が、それでもう辞めれなくなっちゃいまして。すごいね。気が付いたらもうレギュラーでみたいな、うん、でもう全国行ってみたいな感じでやったんで、なんか最初プーカー野球初めて聞きます。中部出身、プーカー野球言いますよ、言いますよ、なんか場所によるんだろうね、きっとね。でもあれだ、プーカー野球のプーカーひらがな、僕たちカタカナ派だったんだよ。いや、一緒よ。そうなんだ。カタカナ野球、いやいやいや、アルファベットではない、アルファベットではない、本当にっていう。そうそう、それで、あ、言うんだね。サッカー好きで、うん、でも今はもうサッカーを押してる、ね、僕は押してるということでね、ありがとうございます、はい、ひなこちゃんですね、さっきのはいはい、那覇在住、プーカー野球初めて聞きました。あ、本当ですね。那覇だと言わない、言わない、ね、言わないらしいですね。しおりちゃん、あ、しおりちゃん、しおりちゃん東京からかな、しおりちゃん、東京から、なるほど、ありがとうございます。ね、あのツイッターやってますので、ここツイッターフォローお願いします。お願いします、ね、ツイッター、サッカー情報どんどん配信していくんで、はい、どこまで言ったかな。で、ひなこちゃんいたね、ひなこちゃんいたね、今さくら、あ、さくら、あ、さくらちゃん、桜、あのさくら、はい、あのさくらですね、はい、早速質問です、はい、お笑いやってて大変なことはありますか。なるほど、なるほど、お笑いやってて大変なこと、お笑いやってて大変なことある、みんな私ですか、あります、お笑いやってて大変なことなんて。ですね、便秘とか、便秘はそれは笑い関係なくないですか。緊張によるから僕は大変だなと思うのはあれかな、社員の人と飲みに行って面白い話ないんかいって圧迫されてる。わかる。いや、それ最近のやつ、うん、それ最近のやつ。いやことかな。いや、私初めて先輩が追い詰められてるの見たわ。しかも結構な仲いい先輩が追い詰められてる。ゴリゴリに追い詰められてね。もうね、毎日エピソード1個話して帰れって言われて、うわー、そういう時が辛いなって思います。笑顔で喋ってる。普段そんなに書かない油汗かいてます。書かない。いや、それ辛いですね。辛いよ。いや辛かったよ。そんなふりで絶対ウケんでしょっていう、うん、ね、それでもうそこどんどん全部ついてくるっていうね、ドエスな感じ、そうそうそう、でもドエムな感じ、あっ、とか言っちゃったから、どんどん火つけちゃって、ね、それがもうゴロゴロになって大火事になった。うわー、なるほどね。確かになんかお笑いやってるよってなったら、はい、うん、もうハードルがその時点でもう上がってるから、はい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 、結構求められたりするんだよね。求めますね。もうそれはあるよ。そういう時ってあるね。だからさ、うん、よくさ、その道歩いてってあれだけど、はい、芸人なんですみたいな話したら、はい、なんか面白いことやれよって、はい、ありますね。あれは結構辛い時ない？辛いですね。だからあれを乗り切れる人もいるじゃん。ですよね。だからそれがすごいなと思う。俺全然乗り切れない。私も乗り切れないですよ。真顔になる。あ、もうすいません、勘弁してください。真顔になる。すいません。ないっすね。その時にもう落ち込むよね。はい、なんか帰って、ね、なんかやらなきゃなみたいな。はい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 、馬ちゃんとか多分すごいじゃん。ああ、そうですか。あれはもう武器ですからね、でも。ね、うん、あんなんあればね。美味しいっすね。いいけどね。そうそうそう、あればいいけど。うん、あ、しおりちゃん、ごめんなさい。東京じゃなくて金沢に住んでるって。あ、金沢なんて渋谷だったの。私東京だと思ってました。すいません。ごめんね。ごめんね、金沢さん、すいません、金沢さんではないです、すいません、金沢、あ、わかんないですね、金沢しおりさんかもわかんないですね、ね、いや、いや、金沢に住んでますってことですよ。あ、そうですか、ごめんね、しおりちゃん、いいね、ごめんなさい、金沢さん、金沢さん、ツイッターフォローしてね。
お願いします。しつこい、しつこい。すごい言うじゃん。どうしたの、ツイッターに。ツイッターのうまちゃんの真似です。あ、そうなの。うまちゃん結構、あのどうもっつって、うまと魚です、ツイッターやってますって絶対言うんですよ。もう絶対言うんですよ。それめっちゃいい。マストでそれめっちゃいいなって。マストでんすね。それパクるっていうね。あれでしょ、アイドルが自分の名字を自己紹介の時言うスタイルのやつでしょ。昔は矢口はみたいなことを言って名字も覚えてもらえて、さあさあ一緒に言うパターン。だからツイッターやってますっていうね。したたかやな。さすがやな。さすがですね。ゆうきさん、あゆみさん、こんばんは。ありがとうございます。僕たちもこんばんは。こんばんは。やってますよ、僕たちも。はい、一応とりあえず一通りは呼びましたね。あ、そうですね。はい、皆さんどしどしお待ちしております。はい、待っております。はい、一旦ちょっと CM 行きます。はい、トゥナイトファイブ、今夜もいっぱい笑わせてね。はい、トゥナイトファイブ、月曜日、ヤンバルナゴン、玉城とオープンスペースの高橋ニーニーと3人でお届けしておりますが、いや、さっきのこの CM 中全然黙ってたじゃん。いや、ボーカルです。始まった途端ギターだろ、ちょっと。ねえ、今ね、どんどんボケ出すっていうね。ツイキャス用のボケだね。本当にやめてよ。ちょっとラジオ聞いてる人、何のこっちゃ、何のこっちゃですよ。そうです、ね、ちょっと隣でわちゃわちゃしてますけれども、はい、はい、なんかメールもね来てるみたいなので、ちょっと読みたいと思います。読みましょう。読めるかな。ごわな、お、わ、すげえ、めっちゃ書いてる。はい、あゆみさん、高橋にに、うんうん、ヤンダモンさん、こんばんは。こんばんは、ワンコイン。こんばんは、ワンコイン。これはもしや大地一さんですね。ありがとうございます。イエス、ね、はい、イエス、こんばんは、ワンコインは最近の中でクオリティ激高ですね。ありがとうございます。よかった。こんばんは、ワンコイン。裏でしょうか、表でしょうか。お、どっちだろうな、どっちだろうな。テナのゲームや。あ、裏、裏。表、表。はい、はい、思ったら飲まなかった。どうも。何もなかった。何もなかった。すみません。沖縄市の小人族、沖縄モンチチヤイビン。なんちゅうこと言うんだね。今日は うん、また一段と、ヒーサイビンや、あ、寒いね。寒いってことですね。今夜の寒さは、3人の情熱と笑いで、うん、すぐに暖かくなりそうだね。うん、そうそう。そして、燃え尽きそうね。あ、じゃあ、焦がしちゃう。燃え尽きたら、あかんやろ。あ、早い。さすが。何ですか、何ですか。あかんやろです。その、すぐ突っ込みやったから。燃え尽きたらあかんやろ。あかんやろ。なるほど、はい。これが正解だったんですね、僕の。今日は、今日は特に何にもないので、お三方に質問。はい。質問、デーモン。デーモン。お、今日絶好調じゃないですか。やばい。どうしたんですか。やばい、もう全然入ってこない。質問、デーモン。質問、デーモン。それなりに、それなりに、
それ何もオンでしょ。何も潰さないで大家さん。もう一回行きます、はい、お三方に質問デーモン、それ何もオン。あいいね絶好調デーモンだ、まあ、ロリンギョルしてやろう白鵬、が強い。終わりまし いいですか進めて、はい、お願いします。で、はい、時々スーパーやバスなどで流れるアナウンス、面白かったり疑問に思ったりすることはあるのだけど、お三方の気になるアナウンスってありますか、うん、イントネーションがなんか違うなとかあれば教えてほしいの。して、皆様、か月は365日同じ日はありません。素敵な世界観が見れる新喜劇に捨て込め、熱い戦いが見れるウチナーライブ、芸人さんの世界観をお腹いっぱい味わえる単独ライブ、そしてか月横のお化け屋敷ではチャレンジしてみようマジムーの部屋、甘い天国お菓子の部屋、こんなにも楽しめるなんて素敵やん。ありがたい。そしてキャラバン頑張る芸人さんも応援してあげてね。ラジオ最後までちばりよーい。はい、PS、本日姿の見えない、あ、5人にね、イサゴ兄にですね、はい、パニーニみたいになってますね、はい、5人にですよ、イサゴ兄に。今日もお疲れ様です。ではまたのーってことですね。ありがとうございますね。今日もね、なんか1ヶ月からお金ね、給料もらってるのかなっていう思わせる、ね、思わせる内容のね、僕たちが口が裂けても言えないようなことになってたね。素晴らしい、ね、本当に言えないですよ、こんなこと。もう気になるアナウンス、うーん、私あったんだけどな。あ、思い出した。あ、思い出した。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしますってよく聞かない？聞きます聞きます。これとイントネーション今のやつで合ってます？合ってます。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしますって言うでしょ、はいはい、だけど、スポンサーじゃないの標準語って。ご覧のスポンサー、あ、スポンサーっていう、おかしくないですか、これ。あ、本当だ。私ずっとそれ違和感に感じてて、はいはいはい、だけど、スポンサーっていう時はスポンサーじゃないですか、はい、なのにこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします、言う、って言いますよね。言います言います。それなんでと思って、ずっと、あ、ご覧のスポンサーっていう、ご覧のスポンサーのなんって言わないですよね、言わないね、確かに言わないですね。あ、気になる。これだけなんです、でもみんなそうなのかな、これだけ。それを普通にその当たり前で言ってる人 で、ね、そこでアナウンスメント力がちょっと問われてるみたいな、うん、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。どうしたってなりますもん、やっぱり、はい、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。あ、そうなんだなってなります。ですよね、はい、やっぱ本当だ。これずっと気になってて、ちょっと聞いてみよう、そう思って聞いてみるわ、はい、これから。確かにそうですね、はい、っていうことぐらいから、私めっちゃずっと前から気になってたの、スポンサー。あとね、ご覧のスポンサーの提供で、ちょっとこれ YouTube とかで調べてありますか ね、 すね、あれ YouTube スポンサーで調べるの。あ、じゃあ、あのいろんな番組のスポンサーアナウンス、何で、あ、なんて言えばいいんだ、提供アナウンス、うん、気になる。そう、私めっちゃこれ気になってて、はいはいはい、なんだろうな、ご覧のスポンサーの提供で、ご覧のスポンサーの提供で、おかしいですね、やっぱり、うん、おかしいですね。そういうの探してる時に限って、この番組はなんとかって全部言うタイプのやつだったらそう、どっちもあるじゃん。はいはい、はい、なるほど、うん、確かに気になる。そうやって見てみよう。そうそうそう、これ何かのテレビにもなんか出そうかなと思ったもん、ちょっとこれ。あ、気になりますって、気になりすぎて。確かにいいんじゃない、採用されるんじゃない、ですよね、うん、いい気も。ちょっと、はい、何の番組出そうか。日曜日のダウンタウンとか、水曜日だ。今なんで、しかも今、はい、日曜日って言った時に、はい、うわって思っちゃった、すぐすぐ気づいた。反省会が思っちゃったと思って、うわ、うん、日曜日のダウンタウンはそれでそれであるけど、そういう番組ありますけどね。水曜日のダウンタウンか、はい、に出そうかなと思ったもん。サバヤさんの番組ありますよね。あ、神疑問。あ、それにしようかな。あれがいいんじゃないですかね。神疑問。うん、それ神疑問で採用されないパターンのやつじゃない。うわー、あー、そっか。いや、確かに気になるけどなーみたいな感じ。まあ、いっかーって。やだやだー。いや、でもなんか吉本の方が採用されないかなと。勝手にいやらしい、この。なるほど。吉本沖縄ってちゃんと書いて。吉本でやってくれればっていう。そうだったらもうプレゼンターで出るかもしれない。あ、それはないです。お前出た瞬間誰お前やってるの。みんながざわざわするって。疑問も疑問で。確かに気になるな。お前は誰だって。それが一番の疑問だ。この人は誰でしょうみたいな感じ、うん、いやいや、ということぐらいですかね。気になりますね、確かに。アナウンスね、うん、アナウンス、あの、僕が前8月に来た時にはなかった、はい、キャラバンの沖縄花月の前にある
あのアナウンスはちょっと気になるんで、領事が言ってるんですか。領事なんだ、王者の領事なんだ、はい、そうなんだ。結構いい声のですよね、うん、はい、そう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 、おもろお化け屋さん、はい、そうそうそう、なんなんなんお越しください、キャラマンやってると気になるよ、あれあれあれ領事です、絶対不思議な空間、あ、そうですそうですそうです、不思議な空間ってとこはやたら耳に入ってる、はい、あれ耳に残れますよね、そうなんだ、領事が花月の中で声取りしてるの聞いてます、あ、そう、俺今度ちょっと生で言ってもらおう、不思議な空間ちょっともらっていい、本人の声、はい、俺のすぐ解決したあれそうなんですよ、そうなん、はい、いつぐらいにやったのあれ、あれどんぐらいです、もう3ヶ月前、やっぱなかったよ、去年なかったもん、うん、去年はやっぱリーさんの英語のあのすか、うーん、おもろおもろお化け屋敷みたいなのが流れてる、屋敷って、そうそうそう、そんな感じであれはあれで気になってたけど、そうですね、ずっといるから残っちゃうじゃん、はい、たまに、確かに、確かに、ありましたね、確かに、なるほど、あ、いい質問ありがとうございました、もちつさん、もちつさん、メールもね、他にも届いてますよ、かなたさん、はい、あゆみさん、こんばんは、うんうん、昨日トミグスクにディズニーのパレードを見てきました、うん、あ、昨日あったみたいですね、あのウリズン桜とかが営業でディズニーのパレードに出てましたね、佐久間さんも一緒に、はい、いいポジションで見るために朝7時前に家から出ました、早起きした甲斐があり、一番前のいいポジションを取ることができました、来場者数は3万人以上だったみたいです、3万、すごい、あゆみさんはディズニーパレード見ましたか、写真添付しますねということで、うん、わ、すごい、そう、こちらでは見せてもらいましょうよ、見せましょう、これはいいな、これこれでいいんですかね、ちっちゃく見えますね、こっから、うん、ちっちゃいけど大きく、あ、ありました、ありました、かわいい、うわすごい、かわいい、へえー、すごい、みんなのミッキーもいますね、本当だ、ミッキーが手振ってる、これダッフィーだっけ、誰ですかダッフィーって、ダッフィーって言ったら誰ですかって、誰ですかダッフィーって、ダッフィーはミッキーとミニーの、あの右下のやつです、ダッフィーですね、これこれダッフィーなの、ダッフィーって、ダッフィーじゃなかったっけ、あのミッキーとミニーが飼ってる、飼ってるというか持ってるぬいぐるみがあるじゃん、あ、それも分かんないです僕、ダッフィー、クマのね、でダッフィーはこの顔の部分がミッキーになってるの、この、あー本当だ、このクマの顔のこの部分が、ミッキーのあの、確かミニーちゃんが持ってるぬいぐるみだったかな、ダッフィー、確かダッフィーが、うん、ダッフィーがじゃあ命を宿したんですよね、これ、そうそうそう、だからダッフィー結構女の子に人気あるんだよ、怖え、確か、キーちゃん、あ、そう、キーちゃんディズニー詳しいから、キーちゃん、あのダッフィーについてちょっと教えてください、知らないんで、いや、やっぱリスナー、こういうのはね、やっぱ、うん、この番組はリスナーさんと一緒に作る番組なんで、なるほどね、やっぱ疑問も全部リスナーさんは、詳しいリスナーさんがいたら、リスナーさんから教えてくれるんだね、そうそう、教えてくれる、もう本当に、キーちゃんはね、うん、グーフィーが大好きなんですよ、グーフィー、そう、グーフィーね、あのグーフィーがベロベロンとしたやつね、あの耳がノロンとしたやつ、ちょっとプルートによく間違えられる、誰ですか、プルート黄色い誰ってお前もう誰ですか、ちょっとやめてもプルート誰ですかそれ、やめて、あ、キーちゃんから返事来ました、ダッフィーはミニーちゃんがミッキーに作ってあげたぬいぐるみ、あ、ほらほらほら、ミニーちゃんが手作りで作ってくれたぬいぐるみ、うん、やっぱりやっぱりぬいぐるみ、なるほど、それが動くんですか、いやでもこれね、動いて踊ったりしてパレードしたりするんですよ、本当に、これはいやめっちゃ人気あるから、ホラーですか、いや、やめてください、夢の国、お化け屋敷、やめなさい、ここ不思議な空間うるせえセルパポン、セルパポンって誰や、兄さん言われる、本当に本当にほんまあかんで、こっちさん、おはようございます、おはようございます、すみません、すみません、リーさんだから、いやいやいや、怖い、もうごちゃごちゃしすぎ、もうラジオの人全然何がなんだか分かってないから本当に、とりあえずそうなんです、女の子にね結構人気があるダッフィーですね、え、犬もいるよね、犬はプルート、あの黄色いの、黄色いのはプルートで、あー、はい、あー見たことある、あ、これ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 、はいはいはい、あ、こいつ黄色いのがプルートで、その隣にいるのがグーフィー、グーフィーは何なの、グーフィーは知り合い、これ犬、え、このグーフィーちょっと目おかしくないですかもうちょっとあんたちょっとやめなさい、絵本これこれね、ディズニーランドから来てるから、バキバキですよ、ディズニーランドから来てる、ちょっと疲れて沖縄まで来て疲れてるね、結構寝ながら揺れたのかな、ちょっと本当に目バキバキなの、本当にもう夢がない二人だな、全く、いや夢あるよ、ありますありますよ、夢あるでしょ、グーフィー目バキバキ、夢あるじゃん、もうこれはもうね、あれのままを、いやいや、うん、いや、あれのまま、でとりあえずあの質問に答え、そうそうそう、そこですよ、そう、質問に答えましょう、質問に、はい、はい、
私は見てないんですよ。昨日別の営業がありましてね、見てないんですけど、うん、私ディズニーランド大好きですから、はい、パレードは見たことあります。あの東京っていうか向こうで、あ、そうそうそう、本家の、本家の、本家の方で、文系じゃないからね。文系じゃないですか。本家が丸ごとやってきたわけでしょ。やってきたんすか。あ、面白い。もう、あ、沖縄藩とかじゃなくて、はい、沖縄藩じゃないよ。なるほど。沖縄藩じゃ本物だよ。本物なんですね。なんですよ。沖縄藩はい、でも分かんないよ。中ではそのシフトがいろいろあって、今日沖縄って名札であるかもしれない。ミッキー今日ちょっと沖縄なんですいません。ミッキー沖縄って前乗りしてね。前乗りリハーサルリハーサルした。あとね、うん、ちょっと面白いコメントが来ましたよ。はい、沖縄在住七七さん、うん、ネズミが喋る世界観なのに、うん、ガチ犬として扱われるプルート。そう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 、ね。あ、そうですよ。おかしいですよ。ほら、だからグーフィーとプルートのなんその概念、はいはいはい、どう捉えるか問題。おかしいですよこれは。本当に。そこはね、もうしょうがない。うん、グーフィーもなんならペット候補であったのかっていうことよ。そうそうですね。ミッキーの中で。はい、どうなんだ、いるだしね。そう、確かにそうだね。まあどんどん増えてったからね。うん、ドナルドって思いますからね。あ、ドナルド、ね、ドナルド。でみんな喋りますよね。でもね、それぞれ。確かに。プルートは喋んないの。プルートだけいるなんですよ。ワンワン。へえ。これ不思議ですよね。うん、世界観が。確かにな。なんかそこに詰め寄ったらいろんな。いや、なんかいろいろなんか。やめましょうやめましょう。本当に。やめましょうやめましょう。とりあえず。そのリアクションが一番やばい。やめましょうやめましょう。ドナルドとかもいたなあいつ、うん、はい、ということでコータがね、夢壊さないよって、あ、ごめんなさい、はい、ごめんねコータ、本当に、本当に、うん、夢ある、はい、あるんですよ一応夢は、え、なになに、夢ありますよ、まあね、はい、はい、ということで、うん、質問は以上ですかね。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、ね、本当に、いや嬉しいね、なんかこんなコメントしてくれて、でなんかコータが、はい、メール送ったよって言ってるんだけど、はい、ないですか、来てないんだよね、うん、コータ来てないっぽいよ。あ、来てる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 。コータメールです。はい、こんにちは、松村香里吉コータです。はい、どうも。早速ですが質問です。前にも質問したと思いますが、あえて質問します。うん、芸人する前は何をしていましたか。なるほど。よろしくお願いします。うん、では1個目だ。はい。これどういうこと1個目。これ多分なんかラジオのなんか、はい、あれでしょ、きっとこの SKE の、あ、多分やつの、あ、なるほどね、はい、名古屋だしね、コメだ、なるほどね、芸人する前、これは完全に僕はもう該当しないですね、この質問は。どういうこと、どういうこと、何もしてないってこと。あの職、最初の職が芸人なんで僕は。あ、高卒で入ったんで。でもアルバイトでもいいんじゃない、別に。あ、そうか、高校か、学生、はい、学生だったってことね。高卒ルーキーたまじゃん。そうなんですよ。高卒か。じゃあ今いくつ。今21ですね。若い、一回り違う。一回りですか。そうだよ。犬年ですか。犬年。あ、一回りだ。ワンワン、プルート、プルート、はい、来た、ドン、来た、はい、繋がった、繋がった、はい、奇跡起きた、はい、これですよね。そう、この二人のいつものこれがグルーヴよ。グルーヴですよ、うん、今グルーヴ出ましたね。そう、見えますよ、今グルーヴが、犬年のグルーヴが見えました。犬年団で、はい、グルーヴが見えました。いやいやすごいな、なんかいやでも、そっか、高校卒業。そうですね、僕ちょっと、まあ、同期で同い年いる。いないです、僕たちが一番下になります。え、しのぶは。しのぶは一個下です。え、下なんだ。はい、あいつは、え、在学中、え、あの僕の1個下で、あいつはあの高校行ってないので。高校行ってないか、中卒だもんな。中卒なんで、うん、はい、高校3年生の時に入ってきてるってことになります。あいつは高卒で行ったんで、高校は行ってないんですけど。あ、そっか、18で入ってんの。玉中の同期で一番年っていうのは誰なの。糸数レオじゃないですか、27。今日糸数の名前出るな。出るな、ちょっと出してくれるんだよな。出るな今日、出したくれるな。出るな今日、出ちゃうな。出ちゃうんだよ、あの人よ。あ、そっか。全員もだから年上か、うん、同期も年上。若いよね、先輩も年上、3期生は、基本。あ、そうなんだ。4期、5期も全員年上なんですよ、僕。なんかさ、その18ぐらいで入った時の、はい、ちょっと5個ぐらい上の人たちってもうよくわかんなかったでしょ。わかんないですよ、話してることが。はい。でカシスオレンジとかももうそれぐらいなんで、うん、もう全然わかんない。確かに確かに。いやすごいよ、結構それが原因で辞めちゃう芸人もいるって。あ、え、話が合わなくてですか、はい、とかも何だかわかんなくて、やっぱ絡めないんですよね、世界、はい、酒も飲むんじゃん。そうなんですよ、読めなかったの。確かに、確かに。1年ぐらいは。そっか、はい、高校入ってすぐなんだ。そうなんです、いろいろありますよ、僕たちのこの苦労は。そうだよね、なもう入ったばかりっていうのがあったんで、うん、いやもうこれ本当にそういう感じか。だから、まあ、バイトはしてましたけど、高校の時は。何やってたの。僕スーパーのレジしてましてこの顔で、意外とオーソドックス。そうですね、この顔でしてて、うん、よくそのスーパーのレジやってて、うん、おばちゃんの方々やっぱスーパーに来るじゃないですか、うん、
似てる人があなたにいるよって言われて嫌だなんかあの人に似てるあの人ってずっと言われてて誰だと思います僕は言われたあ芸能人ってこと有名人ですえ誰誰誰あのプロゴルファーの石川遼くんに似てるって言われるんですよ。ああ、はあはあはあ。あ、え思いますちょっと。石川遼くんが眉毛生やしたらこんな感じなんだろうね、はい、きっとね。似てるらしくて。うん、でそれ僕それをあのスーパーのメンバーに話したら、お前はそんな嘘をついてまで、うん、お前そんなかっこよく思われたいのみたいな。いや俺嘘はついてないんで。でもしょうがないね。本当ですよ。言われてたもんね。言われ本当に言われたんで、うん、で似てるのかなと自分ではもう似てるとは思わないんですけど。うんあとあの俳優の加藤亮さんに最近は言われるね加藤亮ね加藤亮君に似てるっていう結構似てる人が多いという、うんはい、私もあの痩せてた時45キロの時、はい、あの金メダリスト の,、はい、あのイナバウアーの人荒川静香 さんにめっちゃ似てるってスーパーのレジでもうその時ちょうど私がスーパーのレジやってる時にあのおばちゃん8名ぐらいに言われた相当似てる知らなくて最初、はいはいはい、テレビ見てなかったからあ当時はもう当時もスーパーのレジばっかり、はい、レジ金メダル取ったのよ分かんなかったんですよレジばっかりすごいね金メダルをもう流すね言われて調べましたどんな、うん、であえ似てると思ってもう自分では分かんない分からないじゃないですか、うん結構身内とか親戚にもバンバン言われて、お前あんた荒川静香似てるねみたいな当時痩せてたから似てる似てる今もちょっと似てますもんね45キロだったから、うん、そうとか言われましたね、うん、高橋さんはなんかないあなんか前職ですよねでも話はそうだよ誰が似てるか前職前職なんですとりあえず高橋さんが誰かに似てるっていうのはちょっと高橋さんはね香港さんに似てるって言われるあ絶対先輩よ髪型とか全体雰囲気に似てるああそれはすごく言われるあでも芸人ですね芸人さんのでも俺もキャラバンとかやってると、はい、誰かに似てるよねって言われるのよく、はい、で誰に似てんのかなって言ったまま、はい、ハピナハに入っていくパターンがめっちゃ多い、はい、気になるなだろうと思ってそうしてない、ね、誰に似てます誰に似てますって、はい、誰かに似てるんだけどな何なんだろうな何だあれそれどっかで見たことある顔なんだろうねあ最近テレビとか出てたらね僕あれ出てんですよとか言えるけど出てないしさよく分かんないそうなっちゃってだ誰言ってんだろう分かんない親戚にいそうなんだあ親戚そういうのがあるあとなんとか先生に似てるみたいなことああ、なんかどっかの学校でそういうひなこちゃんが高橋さんレギュラーの西川さんにも似てるあえ西川さん松本さんに松本さんじゃないじゃないかな、はいうん、松本さんにも松本さんに似てるねって言われたから本人に、うん、すげえで出番がちょうどレギュラーさんと違ってあで私そう前回行った気がする22にそう潜在写真が並んでて坊主がめっちゃ並んでるなそれ松本さんもねそう同じようなのが出てきちゃいましたけど確かに似てるわ、うん、はいあで質問なんだっけ前職ね前職高橋さんもあれよ一旦高校卒業して、はい、一旦 NSC 養成所に入ったですよね、はい、最初そう相方とね今の相方、はいはい、で相方が辞めて、はいそう、それで入り直したんですよね。一回辞めてるの吉本。で本当は8期なんですよね。本当は8期。な2年ぐらい芸歴上なのかな、うん、本当は。一回辞めて2年後に入ってきてるから。ああそうなんですね。そうなの。だから一回辞めてるからね。その間はひたすらバイトしてましたよ僕。あもうバイトとバイト。何をしてバイト？スーパーです。でやばみんなスーパー。みんなスーパー。スーパーのレジじゃない。八百屋野菜コーナー。ああなるほど。はい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 。ぽいなやってた私は芸人になるぽいっすねぽい芸人になる前は、うん、あれ手話の通訳の仕事してました素敵あの役場であいやいやそう素敵だな、ね、めちゃくちゃ言われましたけどね今めちゃめちゃ手話で喋ってるもんね今ねそうですね、うん、全然ラジオで伝わらない手話で饒舌だもんね今饒舌いやねということですよコートありがとうそうですねありがとう、はい、ということでコート前職気になったんだな前職気になった前職になったのかな。コータはね結構いろいろ質問してくる、うん、前職もあったし、うん、あとなんで芸人になろうと思ったんですかっていうあもうやつよく言われるやつ、はい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 、ありますねあの人もありましたしね、うん、で最近コータ、はい、コンベンションにね、うん、チケット持ってないのに行ったんだよねコータユイピーさんのおかずクラブのユイピーが、はい、もうユイピーだって人気者だからさ、はい、何万人も
フォロワーがいるわけじゃない、はいはいはい、その中に、はい、コータの写真を撮って、はい、コンベンションセンターにコータがいますっていうツイートを上げてたから。いやめっちゃ笑ったけど私、コータ思いっきりガッツポーズみたいな。めっちゃコータさん乗ったんだあの人も。すげえな、面白い。しかもその名物みたいな、その前日ね、うん、オープンさんにご馳走になって、うん、オープンさんと、うん、あのおかずさんと、うん、私とご飯食べてる時にもコータの話になりましたもんね、うん、コータの話になる。なんコータの話で盛り上がるって。それがあってからのあれなんじゃないですか、今日の。そう、なんかのねメッセージだったんだろうね、そうなんでう、ね、僕らに対する、ね。そうそうそう、名物ですね、チケットないのに見に行くって偉いね、コーターね。ありがたいんですよ、芸人のお客さん。そうですね、なんかありがとう。コーターありがとう、なんかこちらこそありがとうだ。ありがとう、本当にコーター見たのかな、そのユイピーのツイートは。見てるんじゃないですか、多分コーター全部フォローしてるはずだからね。そっかそっか、チェックしてるからね、すごい ね、 ね、会えたんだね、会えてよかったよ、見たよ。レスポンスが早い、ね、会話してるみたいですめっちゃ面白い会話の速さだ、ね、街なかったもんね。ですよね。あ、そう、今日結構あのダラダラ喋ってますけど、はい、特にテーマないです。そうですね、そう、特にテーマはないのでね、あの別に何もないんですけど、うん、もうリクエスト曲とかあったら流すし、何でも何でももうありにしようかな。もう今さら、もう今さらだけど本当に35分になってますから。もうなってるよ。いつも募集してたっけ、先週とかしてた？してないです。してないよね。うん、なんか喋って終わってなんか聞きたい歌流して、そうです、終わった。あ、そうなんですか。先週はね。大体なんか、はい、そうなんです。私のラジオって大体このテーマ決めても。それって全然そんな話にならないから、はい、っていうのがあって、はいはいはい、だらだら続けてるんだけど、はい、周りと先輩来たら沖縄に来て、はい、どこ行きましたとか、はいはい、そういう話するんですけど、はい、もうお兄ちゃんだから、はい、もう行っかなって、ないじゃん、だってもうどこ行きましたも何も全部知ってるし、全部しかも全部一緒に、ほぼ一緒に、ほぼ一緒に行動してるから、はいはいはい、あ、そうですね、仲いいので、そう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 、うん、じゃあもう逆に、はい、もう玉順に聞きたいよね、玉順にいろいろ聞きたい、玉ちゃん、僕ですか、うん、僕なんか聞きたいこと、僕に、僕なんかあります、聞きたいことなんかないか、ないかい。間にいるっしょ、切れ味が鋭くてないの、うん、なんかあるから感じだったけど、ボケ担当なんですか、ツッコミ担当なんですか、あ、それ気になりますね、うん、僕一応今のところボケなんです、あ、ボケ担当なんですか、僕たちコンビあんまなくて、そういう概念が概念がない、ボケツッコミなくてできないんですよ、ね、未来系だね、どっちもないね、そうだからさ、うちらさネタ見たことないのよ、みんなのネタ、あ、そうですね、え、そう、みんなのネタ、あ、全員の、全員のネタ、泊まりオーディションのメンバー特に見てないですよ、見てないからさ、だからネタ知らないから、いつかさ見に行きたいな、はい、いや、もうぜひぜひ見てほしいです、ね、いや、ただ本当単純に知り合いがいっぱい出てるお笑いライブなんて楽しくてしょうがないじゃないですか。そうです、そうですね、しかもこいつらの元知ってるっていうのが、ね、元知ってるから、そうそう、楽しみが2倍ですね、大きい声とか出すんだって。いや、もう見方が違いますからね、お化け屋敷、それが一番楽しいじゃん、はいはいはい、そうですね、そうそう、みんなお化けやってるイメージしかないですもんね、コントとかやってたらさ、あ、こいつ昨日遅くまでこれ作ってたんだなとか、そういうお化け終わりに合わせたんだ、ね、そういうの想像して笑っちゃいますよね。今日ギリギリまでお化けやってた、やりづらいっすよ、そんな人来たら、今日ギリギリまでやってて、なんかすごい乗ってタイムオーバーしたんだ、やめなさい、やりづらくなりますから、猫のかけらそうなんだ。いつか見たいんだけどな、ぜひぜひ見たい、チケット買うもん、誰かから、あ、もうぜひ私から早いな、ぜひ私から買っていただきたい、そしたらツイッターにリプ送ります、あ、いいですか、もう、いや、いつ行けるか分かんないよ、だって全部もうお化けいっぱい入ってますもんね、なんか質問が来てますね、はい、沖縄在住七七さん、芸人さん、はい、年度末っていうのは仕事に影響ありますか、どういうことですかこれ、あんまないかな、年度末、うん、確定申告出すぐらいかな。特に何もないですよね。そうですね。春休みっていうことでの仕事はいっぱいあるけど、ね、はい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 。いろんなとこ行かしてもらったり、うん、年度末。特に年度末は関係ないですよね。よね、うん、じゃあ映画祭ぐらい。特に休み、夏休みとかそういう、うん、もうみんなが休む時は、うん、ただ忙しくなるっていう。そうそうそう。はい。っていうことです。でモンチッチさん、はい、3人の目指す頂点について話してほしいです。かっけえな、頂点、すげえな、頂点話します、なんだろうな、もう私はもう売れたいだけ、いや、ね、じゃあ頂点よ、その頂点、売れたいの頂点よ、はい、ネタとかしないでもお金が入るようになりたい。
あーもうどのレベルの方のそれはもう目指してる感じですか、芸人さんで言えば。うーん、ネタやってないんだよ、女芸人では違うからね、ネタ違いますからね、へー、そういうのがないから売れないんだろうね、でもね、そこに向かっていくもの何か、なんだろうな、なんだろうな、マジで。紅白の司会とか、あ、うわ、音楽好きですし、音楽好きだし、頂点だよ、頂点ですね、やばいっすね、紅白の司会やばいっすね、赤組でもあっち綺麗どころしか行かないっすよね、あ、女優さんとか、いやでもあるでしょうよ、上沼恵美子さんとかやってるじゃん、あー、そうか、お笑い芸人の出身で山田邦子さんをやられたんですかね。ああ、あんま聞いたことないけど、ですかね。あの人とかもやっぱ女芸人さんの天下って言われてましたから。あ、でもまず私沖縄でレギュラー番組持ちたいんですよね。あ、そうですね。それいいですね。急に頂点がなんかふわっとぬるっとした頂点になったけど大丈夫。とりあえずいや沖縄がどうこうじゃなくてやっぱ紅白の話をした。あ、なるほどなるほど。ぬるっとしすぎじゃない。ちょっと僕は、うん、もうずっと憧れた芸人さんは。うん、島田紳助さんなんですよ。ずっと憧れてて、うん、MC だじゃん。もうそうなんですよ、ね、ああいう感じのちょっと知識を使ってこういろいろ感動させたりとか、うん、お笑いにしたりとかしたいくて僕は、うん、であると結構怖いじゃないですか見た目が。ちょっと笑っちゃいました。ちょっと僕もちょっと太田からのちょっと舐めてんなと思いますよ、はい、これヘキサゴンって太田から来たのでちょっと笑っちゃいました。ヘキサゴンじゃないからね。私ちょっとちょっとわかんないよ、問題に答えるかもしれないよ。あ、ヘキサゴンって言って。そうかそうか、ヘキサゴンそのために言ってきたの。そう、最後の回答者はヘキサゴンをされた。でも本当にあ、ダメですからね、あれは。そうです、僕はそうですよ、しんすけですかね。あとはやっぱ音楽、音楽ね、言えばもう、そう、私も音楽の仕事したいのよ、はい、そうなんですよね、二人はもう、そうそうそう、だから紅白じゃん、じゃあ二人で紅白だよ、もう、あ、じゃあ白組、白組いきます、あ、ありがとうございます。何それ、打ち合わせリハの時の。すごい、はい、そうですね。あ、後ろなんかまたメールが、あ、この人と共演するのが夢とかいうのありますか。これはもうこれはもう私ももう決まってますよ、ますね、心に決めてます。ここだけは持ってますね私も、はい、はい、すごいな。え、誰そんなある。私はもうファンキー加藤さんです、はい、あ、もう別ジャンルだ。そうなんですよ、別ジャンルです、はい、本当にジャンル別ですけど、そうなんですよ、もう馬と魚がね、共演してんのが腹立つんだよ、はい、なんで腹立つ。いいですけどね、頑張ったんで。羨ましい、マジで。いや、腹立つって、そう、悪い意味の腹立つじゃないですよ、もう。いい意味ですね。羨ましいわ。同期ですし。そう。ね、うん、僕はもう、沖縄のロックのスターですよ。スターの。モンゴル800のメンバーと。うん、モンゴル800、タカさん、ご存知でしょうか。知ってる、もちろん知ってるよ。その、いや、知ってます、ほんとに。何の歌ですか、それ。うなされてるのが一番有名な曲。え、なんで？いや、うなされてるじゃん。ジオンのやつ。しかも自信なさげ。自信なさげ。じゃあ全然アカンドアみたいな音してる。え、じゃ代表曲全然アカンドアを歌った。いや、確かにないです、そんな歌。そんな絶対売れないその歌。モンパチが僕も大好きで、そうすると一緒に仕事するって僕の夢で。でも僕の同期とか先輩のあゆみさんとかそうなんですけど、うん、合ってんすよ、ね、プライベートとかで、ね、プライベートで私仕事も一緒だった。そうなんです、一番好きな僕が一切会えてないのに、うん、周りのメンバーがみんな分かる、それはありますよ、そういうもんですよね、そういうもんだよ、そういうもんだよ、離れちゃうんですよ、俺の方が絶対好きなのに、そうなんですよ、そうなんですよ、そうそう、あるある、そうなんですよ、これあるあるだと思う、あるあるだと思う、愛はすごい合うよ、だから、うん、ファンキー加藤さんに合う、多分はい、もうたまちゃんの方がファンキー加藤さんと仕事するかも、はい、私より先に名古屋に来ましたーってもうすぐじゃん、そうそうそう、すぐだ、僕もだ、ちくしょーってなるんだろうな、そうそうそう、そういうことあるよ、その時よろしく伝えといてね、よろしく伝えても、はい、行ってきます、ファンキーたまちゃんで行きます、僕は松村香織さん知ってるよ、そうだろうよ、名前変えてんだよ、だろうよ、知ってるよ、もう言わなくても、誰かな、高橋さんはどうですか、芸人さんが好きだったから、ね、好きだったから、はい、もういちいち会う芸人さん全部に緊張してたよ最初は、もうようやくないけど、ね、最初の方はね、はい、なんか楽屋に行くのがもうダメだった、挨拶、緊張とかそういうのが全部あって、はいはい、お笑いオタクだったから、はい、ラジオとか聞いたり、もう本当それこそ岡村さんとか初めて挨拶するって、はい、震えたけどね、本当にもうリスペクトしかなくて、緊張した、そういう意味ではもういろいろ共演したかな、共演はしてないけど挨拶とかあったりとかしたからな、いやすごいですね、もう思い出はいっぱいできてるよ、だからうん、ありがたいかった、
いいなそれですね、うんうん、芸人さんとは誰と共演したいですかっていう、ね、待ってよ今初見さん、うん、初めての人が見てる嬉しい、でもなんていうものかはちょっと分かんないですけど、何さん、あ、64って書いてますよ皆さん64初めてこんばんは。任天堂の方が、任天堂の方ですかね、これ。ペニーさん。4人、ペニーさん。4人対戦から初めてできるようになった。はい。ツイッターやってます。あすぐ言うじゃん。フェイスブックやってます。ツイッターやってます。大谷由美と。最近、キャビアが食べたいと思ってる、ヤンバルナの玉城と。最近、ベジタリアンの高橋です。よろしくお願いします。ツイッターやってます。お願いします。はい、ということでね。もうどんどんコウタ止まらんな。すごいですね。でもみんなもさ最初そうじゃなかった。うわこんな人と急にポッと会えちゃうんかいみたいな。それはマジで、はい、それはありました。あったでしょ。はい。こうか怖かったじゃないか。その緊張がすごい。はいはい。そうですね。うん、だうちらは一個上がオリラジさんで、はい、すぐ仕事したから。はい、うわすげえ見てるのにいるーとか思っちゃって。そう。でもありますよね。テレビで見てる人。うんうん、だからこの花月ができたその日に、うんうん、が中田カウスボタンさんが来た時に、うん、やばいな、もう本当テレビでしか見てない方々の、うん、来るのっていう、本当にいるんだっていう、動いてるぜおいっていう、うん、すごいなとか、あとはもうこの他のいろいろメンバーさんも来て、うん、入れたので、それですかねやっぱ私大平三郎師匠に、あすごい、はい、あのネタ花月の出番の時に、はい、本当にちょっと恐れ多いけど、はい、頑張って話しかけに行ったんですよ、はいはい、すげえ、うん、おはようございますって、はい、まず自己紹介して、はい、こういうものですって話して、はいはい、したらネタのことをアドバイスというか、あの君その時はジャネットっていうあの外国金髪キャラのやつやってて、はいはいはい、ネタで、はい、そんなんせえへんでも、うん、漫談やりやって言われたんですよ。あいけるぞと。それから漫談ちょっと作ろうかなと思って。おいいですね。ジャネット見ないですもん最近。そう、それから漫談作ろうかなって思って、うん、頑張って やったんですよ。そう、それがちょっとめっちゃ残ってますね私は。だから好きだからこそちょっとよくしてもらうとすごく感動するわけですね。いいアドバイスもしてくれたりさ、はいはい、色あるよね本当に。逆のパターンもありますけどね。何何逆のパターン。いやだからダメって言われたらもう相当落ち込むじゃないですか。ああそりゃそうだよ。えぐいぐらい落ち込みますよ、ね、マジで、うん、芸人さん言われたらそれはあるね、うん、でもまあ愛ゆえにじゃん。ああそうですね、うん、もっとお腹伸びる。確かに何も言わないよりは、ね、そうじゃん言ってくれるだけっていう。確かにそれはありますね。いやすごい話ですそれ。あ曲いきます。どうしますね。モンパチ行くじゃん。あいいっすか。モンゴラ一曲いいっすか。何がいい。モンパチのもうやっぱ一番有名な曲はもうあなたにっていう曲と小さな恋の歌っていうのなんですけど、それだとちょっとベタすぎるので、はい、全部曲あるんですかこちら。大体あります。大体ある。玉順セレクト。玉順セレクト行きましょう。じゃあ分かりました。あのモンパチが一番出てる、はい、出てる曲があるんですよ、はい、モンパチが一番出てる。モンパチらしさ、ね、らしさがめちゃくちゃ出てる曲があるんですけど、あの多分あゆみさん知ってると思うんです、はい、沖縄さん知ってると思う。琉球愛歌っていう、うわ大好き、一番好き歌があるんですけど、私一番好き。おら私大好きこれ。ああ好き。知らないでしょ多分。琉球愛歌ですよ。歌詞がいいんすよ。いいんすよ。歌詞がいい。歌詞が本当に。戦争があった沖縄でっていうことで、うん、あの話あの歌うんですよモンパチが。へえ。しかもそれを20歳21ぐらいの時に書いてるんですよ。あ今ぐらいだたまに。僕と同じぐらいで、僕本当にね時も小さな子とあなたも書いてるんで、うん、なんか時代嬉しいんですよそれ。すごいよね。なんか本当に沖縄っていう、はい、この島を愛して愛してるあの人たちはるっていうのがすごい伝わる曲ですね、はい、伝わる歌かなあれは、はい、じゃあ玉さんもいるので、はい、あの聞きたい聞きたい。タイトル、うん、あのいいですか、はい、曲紹介。曲紹介、曲紹介お願いします。すげえ嬉しい。いいですか。ちょっと緊張してますね、はい、お願いします。それでは、玉順リクエストでございます。モンゴル800で琉球愛歌です。どうぞ。
トゥナイトファイブ。いやー素晴らしい曲でしたけれども、惜しかった。いや惜しくも、ね、エンディングの時間が来てしまいました。本当っすか。いやあっという間すぎて。早くない？早いですね今日。早いね。もうめっちゃあっという間でしたけれども、いや本当にもうあとちょっとしかないのでね、なんか告知とかあればね。ツイッターやってます。モンパチ好きです。はい、大谷あゆみで検索お願いします。実家がそば屋です。お願いしま す, ね, マイケです。ね、あのまた来週もマンスリーゲストなので。はい、オープンスペース。そうですよ、僕出ますよ、はい、ぜひ。絶対出ますよ。はい、よろしくお願いします。いや、タマジュンも出たかった。タマジュンも出たかったら、ね、はい、また呼んでいただいて、はい、よろしくお願いします。で、沖縄花月明日もですね、14時からやっております。で、お化け屋敷も朝の11時からやっておりますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。朝11時僕います。あ、はい、僕も多分いると思うんで、いるということで、はい、明日も皆さんお待ちしております。で、明日のトゥナイトファイブもぜひ皆さん聞いてください、ということで、本日のお相手は大谷あゆみと、ヤンバルドの玉城と、オープンスペース高橋でした。皆さんおやすみなさーい。おやすみなさーい。バイバーイ。